はい、こんにちは、ヒカクゲームズです。今日もですね、ウィニングレバープリ2000に、おー、今だから課金画面に行くな。はい、やっていきたいなと思っております。で、今日はですね、先日ちょっと年末年始のキャンペーンが熱いみたいな動画を出したと思うんですけど、ついにですね、アプリでもまあ本格開始というか、いろいろと告知が来ましたので、今回はですね、そのお話をしていきたいなと思っております。まあ、大体予想通りの内容ではあったんですけど、現時点で確定したキャンペーン、あとはですね、これからのお話っていうのをしていきたいなと思いますので、はい、やっぱりね、このタイミング新しく始める方もすごく多いと思うんですよね。はい、そんな方に役立つですね、一本の動画にできればいいかなと思っております。はい、まずはですね、フェスティブシーズンキャンペーンということで、毎年恒例のこの花火のバナーやってまいりました。なかなかですね、毎年ツッコミどころのある画像ではあるんですけど、はい、今週もですね、始まりましたということで、2019年12月16日から5週間にわたりフェスティブシーズンキャンペーンを開催いたします。期間中は特別なイベントやエージェントログインボーナスを予定しておりますので、ご期待くださいということで。いや、皆さんこれ大事ですよ、メモってください。イベントやログインボーナスということで、いやー、これもう昨年と同じようなですね、神な流れ確定しているんじゃないかなと思っております。いやー、なんか盛り上がってきましたね。なんかあんまり意識してなかったんですけど、そういえば年末年始ウィーレアプリやばかったなっていうのをすごく思い出しましたね。で、僕の中でも今結構モチベーション上がっていて、久々に今週はツアー完走できるんじゃないかなと思ってますね。はい、で、今週はですね、キャンペーン第1弾という形なんですけど、大きく3つのキャンペーンが来ました。それぞれ確認していきたいなと思うんですけど、はい、1つ目はですね、マジョルカ6選手配布ですね。はい、これはですね、事前告知されていたやつなんですけど、前回の動画でちょっと怖いなって思ってた通りですね、通常選手の配布という形でした。まあでも無料でもらえるなら OK ですし、やっぱ普段の生活だとただより高いものはないとは言いますけど、はい、ゲームの無料は安心していただいて OK なので、はい、いいんじゃないかなと思ってます。で、これはですね、ボックスに配布されてるのかな、ちょっと僕プレゼントボックス多すぎてまだ受け取ってないんですけど、どこかな、ここか、あ、これですね。はい、こんな感じでがっつり配布されてますので、はい、これ全部受け取っていただいて、ちょっと受け取りますね今。はい、ということで、全て受け取るとですね、このスペシャルというところに、はい、一人ずつ何回っていうね、はい、一人ずつ配布されてますので、じゃあ久保選手だけせっかくなので引きましょうか。はい、一発引いていきたいなと思います。ちなみに僕は久保選手今3人持っております。はい、4人目の久保選手いらっしゃいませということで、いやー、あ、そっか、スペインか、一瞬日本に落ちるかなと思ったけど、さあ、いいね、やっぱかっこいいね。あと顔がついたのが本当に最高っすよね。はい、ありがとうございます。いや、こんなポーズ絶対しないでしょ。はい、ということで、同玉なんですけど、久保選手手に入って、結構通常でも強かったりしますので、ぜひですね、これは必ずプレゼントボックスから受け取っていただきたいなと思っております。で、第1弾2つ目はですね、レジェンド確定チケットの配布ですね。いやー、これアプリでも来るんかーいっていうね。はい、PSO で配布されてたんですけど、これめちゃくちゃ熱い配布来ましたね。はい、まあもちろんですね、今まで結構やってる方だと被りレジェンドも多いので、うって思った方いるかもしれないですけど、まあ最近始めた方とか、あと2019とかに始めた方だったらかなりありがたい内容だと思いますので、いやー、いきなりさ、初めてこの中のレジェンド1人保持した状態で始められるってかなり激アツですよね。さあ、ということで、僕一回引こうかな、せっかくだし。いや、でもね、僕ぶっちゃけ全員レベマル持ってるので、まあ、誰でもいいかなって感じですね。強いて言うならやっぱレジェンド、ビエラが欲しいかなってところですけど、うわー、まずこっか。そっか、この演出が見られんのがやばいね。今、何もなしに引いたけど、そっか、これやっぱいいですよね、さく、おーい、かーん。ここでかーん。まあ、いいんだけど、ゴールキーパーに呪われてるね、今週ね。かーんに。感謝。で、第1弾のキャンペーン最後はですね、こちらのレジェンドボックスですね。これがですね、16日から19日ということで、今この動画出してるのが水曜日なので明日までなんですけど、はい、3日間限定でやってまいりました。いや、これはすごく嬉しいんじゃないかな。レジェンドでまずね、初めて、2020で初めてレジェンドボックスが来たっていうのは、まあ、今後の流れも考えてすごくいいんじゃないかなと思います。特に GP 貯金ガチ勢の方にはですね、すごく嬉しいかなと思っております。結局ですね、2020アップデート始まってから通常ボックスってずっとこの確率なんですよね。300から黒30っていう流れなんですけど、でそうなるとですね、まあ、どうせ引くならレジェンド込みの時の方がいいと思いますので、はい、搭載レジェンド今回で言うとバティストゥータ、ロベカル、あとサモラーノ、サラスかな。この4名狙ってる方にとっては大チャンスになってくるんじゃないかなと思います。ただ初心者向けの方にアドバイスすると、こういったガチャにコイン使うっていうのはぶっちゃけもったいないと思いますし、搭載レジェンド的にもですね、今回がめちゃくちゃおすすめって感じではないので、よくわからなければこのガチャ自体は一旦ステイというか引かなくてもいいんじゃないかなとは思ってます。はい、まあ、もちろんさっき言ったようにね、搭載レジェンドが欲しい方はいいと思うんですけど、特別これが激アツって感じではないので、はい、その辺は注意していただきたいかなと思っております。さあ、ということで1回だけ引いてみましょうか。今ね、1回 CP で引いたんだけど、なんかちょっとバグっちゃったんで、はい、もう1回リセットして引くっていう謎のなムーブをしてるんですけど、さあ1回だけレジェンド来るか。いやー、まあ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 、これがリアルよ、これがね、レジェンドを夢見た男のリアル。さあ、攻めて攻めて近所、攻めて近所、攻めて近所、こっ、おー、クルトワ、クルトワ、ここでもクルトワ、マジ神回、神回、まさかの、まさかのここでクルトワ、
本当の意味で来るとはって言っちゃいましたね。はい、ありがとうございます。メンディーまで来たしね。いや、神回来たね。はい、ありがとうございます。ということで、レジェンドガチャなんですけど、あとですね、これツイッターで結構質問あったのが、これ他のレジェンドガチャも来ますかって質問あったんですけど、まあここあくまで僕の予想なんですけど、直近ではあんまり期待しない方がいいかなとは思ってますね。昨年もですね、レジェンド込みのボックスガチャって年末年始通して1回しか来なかったですし、まあ昨年同様ですね、レジェンド系イベント、あのレジェンドチャレンジあったじゃないですか、あれとかが来ること考えるとどうなんだろうな。まあなんかボックスガチャではあんま期待しない方がいいのかなとは思ってますね。まあただ、年末年始が明けて落ち着いたタイミングとかでは来る可能性あると思いますので、はい、その辺まあとりあえず事例ができたっていうのはすごく嬉しいんじゃないかなと思っております。はい、これがキャンペーン第1弾最後の内容になります。で、一応ですね、今後のキャンペーン日程までは告知されていて、まあ内容は告知されてないんですけど、はい、ラウンド5まで1月13日まで毎週月曜日続いていきますので、いやーこれ楽しみですね。いや、年末年始もやっぱコナミさん頑張りますね。まあありがたいというか、はい、すごく嬉しいなと思いますね。まあただ僕ね、旅行中に動画作らなきゃいけないことが今ここで確定しましたので、はい、それはちょっと忙しくなるなと思いつつ、忙しいことは幸せなので、はい、楽しみに待っていきたいなと思っております。で、ちなみにですね、この内容に関しては一応アプリでは月曜日なんですけど、PSO の方でですね、先週と同じく木曜日に告知が来ると思いますので、まあなんか告知分かり次第 Twitter とかで発信していきたいなと思ってますね。はい、フェスティブシーズンキャンペーンに関しては以上になります。で、もう一個ですね、激アツなキャンペーンが来ていて、この2つなんですよね。ちょっと待って、これ勢いがやばい。2つのですね、セレクション FP の投票が開始ということで、こちらはですね、アジア選手ですね、はい、日本人選手も含む2020で活躍が期待されるアジア選手アンケートということで、まあこれ投票見ていただければわかるんですけど、日本人選手も候補になってるので、ぜひやっていただきたいなというのと、あとこっちよ、イングランドリーグ、もうライセンスとか関係なかったわ。まあでもね、あのクラブセレクションみたいにライセンスガン無視してプレミアリーグセレクションとか来たら、それはそれでもう鼻血出して倒れちゃうと思うんですけど。はい、あのコナミさん舐めてました。ライセンスガン無視できちゃいますね。いや、マジで最高。これはやばいですね。今マジでウイルアプリの勢いすごいなと思ったのは、この投票 FP もすごくありますね。はい、例を挙げるのであれば、これで分かる人にかは分からないと思うんですけど、今 UMB チャンネルが過去のラップバトル上げまくってると思うんですけど、それと同じぐらいもう運営どうしちゃったのってレベルですごく熱いかなと思っております。で、これに関してはですね、リーグアンと、セリエアの時と同じく動画に出すと思いますので、よかったら迷ってる方はですね、もうちょっと待っていただけるとすごくいいんじゃないかなと思っております。いや、これいつ来るか分かんないですけど、マジで熱いですね。っていうか、これもうこうなったらリーガとかも来るんじゃないですかね。いやー、もうすごい、この一言に尽きるのかなと思っております。はい、で、今来てるですね、確定情報に関しては以上になってくるんですけど、あとですね、あと昨年のフェスティブシーズンキャンペーンの内容をですね、過去の動画見ながらまとめてきましたので、改めて見ていきたいなと思っております。で、前回もですね、ラウンド1からラウンド5まであって、ラウンド1が合計350マイクラブコイン配布、ラウンド2がですね10万 GP 配布、ラウンド3が合計850マイクラブコイン&マイクラブコインセールで、ラウンド4がオフラインイベントの報酬倍増、ラウンド5が毎日2万 5000GP もらえて合計17万 5000GP 配布ということで、はい、こんな内容になってましたね。で、これとは別にですね、去年は、年末年始の特別ガチャっていうのと、あとですね、レジェンドチャレンジっていうレジェンド最高難易度へのチャレンジイベントっていうのがやってきました。これさ、半端なくね、改めて見るとこんな内容だったっけって思ったんですけど、で、去年のですね、フェスティブシーズンキャンペーンも踏まえて、今年のですね、これからの内容がざっくり予想していきたいなと思うんですけど、はい、まずはですね、まあ、何かしらのコインのログボは来ると思いますね。昨年もですね、2回のタイミングでコインのログインボーナス配布されてますので、はい、多分来るんじゃないですかね。まあ、去年ほど額はもらえないかもしれないですけど、ここで配らないでいつ配るんだってレベルだと思いますので、はい、来るんじゃないかなっていうのと、あとはですね、去年も GP 配布っていうのが2回に分けてきてますので、はい、ここもあると思いますね。10万 GP 配布とかあるんじゃないかな。 GP に関しては結構出し惜しみせずに配布してくる印象あるので、はい、ここも来るんじゃないかなっていうのと、あともう一つ、それは希望的観測ではあるんですけど、スキルトレーナーもしくはポジショントレーナーが配布、もしくはイベントの報酬になってくるんじゃないかなって個人的に予想します。で、去年はですね、このスキルトレーナー系って2月のタイミングで新登場だったんですけど、まあ去年は本当にそこで新登場って感じだったじゃないですか。ただ今年に関しては、去年2月からずっと配布されている中で2020アップデートでピタッと止まってますので、はい、このタイミングで復活あるんじゃないかなと思ってます。というか、これユーザーとしてはかなり希望してると思いますので、コナミさんよろしくお願いしますって感じですね。どっちかというと、まあ、とりあえずですね、イメージできることとしてはこの3つぐらいになるんじゃないかなとは思ってますね。で、あとはですね、まあ、去年同様レジェンド系イベントとかぜひ来てほしいですよね。なんかあの年末年始の特権というかさ、あのお正月って感じがして僕すごい好きなので、ぜひここに関してもですね、期待していきたいなというところですね。はい、ということで、一旦以上ですかね。一旦分かる内容と今後の予想みたいなところさせていただきました。いやー楽しみですね。個人的にめちゃめちゃ楽しみですし、はい、あの前も言ったんですけど、ここでがっつり盛り上げられるかどうかが
がですね、配信者としてもゲームとしてもユーザーとしても大事だと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。今回の動画いいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見てくれてありがとうございました。年末年始あとちょっと学校やお仕事ある方いらっしゃると思うんですけど、最後まで頑張りましょう。ということで今日の先週のロックイズはこちらになります。今週もしかしたら FP 来るかもしれないので、そんなところも楽しみな選手ですね。はい、ぜひ予想していただいて、あのね、概要欄に答え書くのやめました。概要欄読んでネタバレしちゃう人がいるみたいなので、今回は動画の最後にしか出してないんですけど、よろしくお願いいたします。ではまた明日もよろしくお願いします。バイバイ。